はい、こんにちは。弁護士の坂口です。まあ、ゴールデンウィーク、あんまり、まあ、ゴールデンウィークなんで、これといったニュースもないので、ちょっと、クワ株をどんどん掘り出していこうかなと思ってます。今日は、これ、パプア金色クワガタっていうやつ。2月の28日にこのボトル入れたんですけど、もうすぐ上、この上の方ですぐサナギになって、まあ、多分成虫になってんじゃないかなと。多分成虫になってんじゃないかなっていうふうに見えるんで、これ掘り出してみます。さて、よいしょ。パプア金色、これ、クワカブショップ、クワカブキャッスルっていう千葉にある店でくじ引きでもらった幼虫なんですね。だから1匹しかいないんで、まあ、いずれにしろちょっとブリードするんであれば、もう1匹買わないと少なくともできないのかなと。オスかなメスかな、そこまではっきりわからないから。これメスかな、全然よくわからない。これはメスなのかな。オスだ、多分ちっちゃいオスだ。超わかりづらい。細い角がある。ほら、出てこい、出てこい。難しいな、なかなか。出てきた、ピラッ。ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。絶対メスだと思ってたら、これオスだよね。パプア金色クワガタ。いや、でも、すごい綺麗だ。もう虹色クワガタにすんごい似てる。を挟んでる。クワガタとカブトムシの中間みたいだ。なんか、クワガタみたいにやるんだ、挟むんだけど、一本の角のようにもなってる感じ。すごいな。ピントが。いや。初めて見たクワガタ。しかも、羽出しとかもなし。すんごい綺麗に成虫してます。よかよか。いい。いてててててて、ちっちゃいな、ほんと。